未曾有の被害をもたらした東日本大震災。日本赤十字社は発災直後から医療救護班の派遣を始め、全社を挙げて被災者支援に取り組んでいます。続々と搬送されてくる被災者。石巻赤十字病院は石巻市内で地震と津波の被害を免れた唯一の病院です。病院は救護所としても発災直後から多くの被災者を受け入れ、災害医療の拠点として診療に当たりました。病院の入り口に設置された仮設診療所 DERU。 地震や津波の災害から一命を取り留めた被災者に怪我などが少なかったのが今回の震災の特徴ですが、津波により水に長い間浸かったり、寒さなどで低体温症となる人が多く見られました。石巻赤十字病院は連日連夜24時間体制で被災者の診療に当たりました。また各支部からの医療救護班も続々と被災した各地に到着。発災後1ヶ月に派遣した医療救護班はおよそ600個班に上りました。30分以内に飲んでもらう、これが1個と、もう1個ね。赤十字看護大学の倉庫から積み出される救援物資。看護大学の学生もボランティアとして物資の積み込みを手伝いました。トラック1台で毛布およそ5000枚を運搬できます。そして一路被災地へ。救援物資は発災後1ヶ月で毛布13万枚、緊急セット2万6000個、安眠セット1万1000セットが被災地に送られました。そして避難所で不自由な生活を強いられている被災者に届けられています。はい、男性でも、はい、そうなんですよ、はい、はい、ありがとうございます。どうも、はい、そのまま待機せよ、どうぞ。被災した人たちのために何とか力になりたい、思いは一つです。この日、日赤の医療救護班は外からの救護班としては初めてこの町に入りました。避難所の一つ、大槌町にある小学校。時計は地震発生の時間で止まっています。大槌町では住民のおよそ3割にあたる6000人が避難所生活を強いられています。他にめまいがするとか、はい、そういうのはないです。動悸もしない、はい、被災者に声をかけ元気づける救護班。54だから飲まないでこの調子でいったらいいと思いますよ、ね、あ、よかったね、154、あ、だから心配しないで、ね、ここでも被災者を支援する赤十字がいます。かつて経験したことのない災害、東日本大震災。日本赤十字社はこれまでの経験を生かし、被災者の命と健康を守り、生活再建を支える活動を全力で続けてまいります。赤十字は被災者の近くに。